アナキンマンマイまで31日目。最近ネタが全くないですね。なくはないんですけど、あまり晒し仕上げをしても良くないと思うので。にしても何喋ればいいんですかね。他のつむつむのこういう企画をしている人は何をしているんだろう。やっぱり毎日投稿するってなるとネタがなくなりますね。週に1本とかなら1週間の間にネタが入ってくると思うんですが、毎日だとネタがないです。あまり自分のことを公開していないのでリアルネタも言えない。クソ難しいですね。今公開してる情報高校生しかないですから、なるべく個人情報を出さずにできるネタ募集中。みんなのコメント待ってます。